はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっと変わったガチャをやってきました。はい、こちら。はい、なんじゃらほいって感じでしょ。これね、まあ開けてみればわかるか。はい、こちら生き物大図鑑からクワガタ02っていうことでね。はい、こちら、はい、クワガタなんですよ。まあそのまんまなんですけれども、これクワガタの中でも3種類あるんですよね。はい、まあ見づらいかな。ミヤマクワガタ、マンディプラリス二股クワガタでいいのかな。ディディエールシカクワガタ、このね、角度がね全然違うんですよね。長さも違うし。でやっぱね、自分が欲しいのはミヤマクワガタですよ。やっぱ日本代表するねクワガタって言ったらミヤマですよ。でこれの他にね、レアがあって、クワガタの幼虫なんですよ、レアが。なんかね、一応ね筐体の中を見たんですよ。そしたらね、自分が見える範囲では1個しかなかったですね、幼虫が。多分レアなんでしょう、本当に。まあ幼虫も欲しかったけどね、もうどう見ても色が違うからね、幼虫白なんですよ。はい、なのでなんかのクワガタ、ミヤマであってほしいけれどもね、とりあえず見てみましょう。はい、一応ね色は茶色ですね、黒ではない。なんかカラフルな、ビニールがあるけど、なんだろう、角ですね。で足、緑が足、色は消してやんのか。で羽ですね、わ細かいな。で胴体、はい、もう一個羽、で胴体っていうか、まあ頭部の方、頭部っつうのかな。これがね、なんか台座になるらしいんですよ、飛び立つ時のね。はい、っていう構成ですね。とりあえず組み立てないと何かわからへんので、組み立てます。はい、はい、組み立て終わりました。いやー、意外にパーツがあって、まあ難しくはないけどね、めんどくさかったね。で完成したのがこちら。でけえ。単純にでけえ、これ。まあ、500円するんでね。で、これ何クワガタだったらね、なんか、マンディブラリス二股クワガタ。はい。でしたね。てっきり茶色だからミヤマと思ったんですけど、カプセルは茶色みたいです。中身の色が違ったね、これ黒かった。いや、ミヤマじゃなかったか。しかもこれね、すっごい精巧に作られてるのね、ここ足取れた。はい、こうやってね、中のこの本体もね、これ開いて、ここもね動くんです、稼働するんですよ。まあ昆虫嫌いの、このね視聴者の方にはね、ちょっとね、申し訳ないんですけれども、はい、でこのクワガタはね、ボルネオ島、スマトラ島に生息しているみたいですね。体長が49から118ミリと、はい、ミヤマより大きい。で皆さんがね気になっているであろうレアのノコギリクワガタの幼虫っていうのがこちらですね。はい、
レアって書いてあります。これもなかなか欲しかったんですけどね。はい。で私ねちょっとやらかしちゃったっぽいんですよね。あのねこれをあの飛んでる風に見せるにはこの台座が必要なんですけれども、この台座の先端につける部品がねどっか行っちゃったんですよ。なのでね飛び立つポーズで飾れなくなっちゃったっていうね最悪な結果になりましたね。いやどこ行っちゃったの、あれ鼻から入ってなかったような気がするんだけどな。入ってたのかな、全然気づかなかった。一応ねこうやって開かして羽を取り付けるんですけれども、まあ、そこまでちょっと持っていきたいと思います。はい、羽をつけました。こんな感じ。すげえ結構なボリュームになりますね。でっけえ。でもいいな、かっこいいな。いやこれでちょっと飾りたかったな。まあ、花からね羽ばたたかせる感じでもこうやって飾りたかったんですよ。そのパーツがないってだけでもうあれですね。どうしようかな、なんか花から入ってなかった気がするんだけどな、気のせいかな。はい、といった感じですね。はい、まあねこのチャンネルを見ている方、もしよろしければね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。こうやってね、結構ね、変わったものもね、紹介していきますんでね。はい。ぜひ見ていただければなと思います。ということで、今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。